いった大佐こんばんはハリーです。今回はマリオギャラクシーやっていきたいなと思います。で前回の続きって言っても、まあ、僕前回結構やったの前だからさ忘れちゃったんだよね。どこなんてやったんだっけ。ここかここっぽいわ。なんかクッパやるみたい今日クッパスタープラント、ここやるみたい。ここやっていこうかなって思います。あのさ前回やったのさ2週間ぐらい前なんだよ。だからめちゃくちゃ操作おぼつかないと思うけど注意してちょうだい。魔要塞クッパ砦の死闘だって。よし行く、行きます。うわ、重力ぐるぐるそうだな、普通に。ドッスンとかいるしね。今ので結構マリオ目回ってそうだねって思ったけど、なんでもね。よし、うーわ、なんか、遠近感やばいと思ったけど、そんなことなかったな。はいはい、チコチコチコ。はい。待って、下手、急に。この国、グランドスターを感じます。でも、どうじゃ、人不思議な罠だらけです。どうかお気をつけて。もう、クッパってさ、こういう罠作ってんのかな、一個一個。だとしたらさ、めちゃくちゃさ、かわいい。かっこよくね。よし。で、ブラックホールもあって、ワンヒット取っとくか、一応。念のため。ちょ、逃げるんだけど、こいつ。うわ、待って、ぐるぐる操作。わかんねえ、これ。待ってね。はい。で、ブラックホールちっか。これなんだ。絶対なんかあると思ったもんね。待って、これ大丈夫？で、こう行って、大丈夫、逃げて、何が起こって？で、はい。はい。待って、実況下手。重力がめちゃくちゃになったら矢印をくびて進んでください。めちゃくちゃになってるもんね。待ってね。ここ、むずそう。これだって青のとこ行ったらダメだもんな。待ってね。はい。こう行って、なるほどね！そういうことか！オッケー。で、ピンクのとこ行っちゃダメ。こうでしょ。はい。オッケー。ここまでは全然得意。で、もうほんとぐるぐる。どこが前だかわかんねえもん。これが初代マリオギャラクシーね。2、こんなぐるぐるじゃなくてもいいや、キノコを取らなくて。だって死なないし、どうせ。はい、で、ここ、ドッスンで乗れるくね？ほら、乗れる。乗れるよね！よし。ここ乗れたのでかいでしょ。ほら、ショートカットもできちゃう。ちょ、待ってね。落ち着いて。よし、オッケー。で、ここ行って、待って、下になんかあったな、今、コイン見えたわ。なんだ、あ、たた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 た、ぶねん。で、ここな、ここ何？食らった。でも大丈夫。コインあるの偉いね。あ！おぉ、なんか自分から、なんか来てくれたんだけど。うわ、妨害か！あ、しんど。うわ、しんど！これ取らなきゃまずい。取って、よし、オッケー。で、これで体力2倍。ちょっと待って、いや、これやばこれあのさ、クッパってなんでこうやってさ、地形を崩すの好きなんだろうね。マリオ64でもそうだしさ、サンシャインでもそうだし。オッケー、来たぜ。何？太陽じゃん。よー、クッパ。5年ぶりだな。ガッハッハの、はい、よく来たな。はい。来ましたよ、頑張って。お前ごときぺっちゃんこに秘密にして宇宙の地理にしてくれるわ。だって、ドッスンの方がぺちゃんこにするスキルは高そうだけどね。なんだ、なんだこれ。オッケー。もうよくわかんないけど。え、これどうすんだ。あ、まあ、この、でん、どうすりゃいいんだこれ。うわっ、ほんとにぺっちゃんこにしてくれ、こいつ。やば、待って、こんな攻撃してくれることあった？サマーソルトプレスじゃん。どうしよう、これ。どうすればいい？ふっ！逃げる。一回逃げて、あ！なんだ？これでスピンだろ！よし。ふっ！じゃあな。なんで今こいつ、あちゃちゃってなったんだ？なんだ？自爆したくせね。あー、待って、それまずい。待って、コイン。1、2、オッケー。はい。うまい！これうまいね。ヒップドロップうまい。え、逃げなきゃダメだね。はい、ワン、ツーの、ふっ。マジか。火炎放射もしてきて、ここ逃げる。え、どうすりゃいいんだこれ。あ、ここの辺に登ればいいのか。回避方法は。待ってね。うわ、めっちゃ待ってくれ。どうしよう。攻略方法は未だにわからん。何これ。これだな、絶対。ここにヒップドロップか？違うかな？多分次はここだと思うんだよね。ここ！どうすか？ほら！あ？いや、違うっぽいなぁ。あ、この緑、この青いところで、なるほどね。ガラスになってて、割ると赤になってんのね。オッケー。ストライクショット！オッケー！ナイス！で、次だなぁ。さぁ、クッパのこれめちゃくちゃいい色してるね。なんか、メタリックな感じする。待って、ちょ、まずい。それまずいね！急に速い断速が。ワン、ツー、スリーでしょ。ツー、スリーで三段、ちょ、ルルルル、ここだな、次。結構割と近めに行かないと。あ、ちょ、待って、今のなし。
で、ここで、ワン、やべ、これ、これやべ、これやべ。これ。で、ここ!これ来たでしょ。オッケー!で、これで反対側から行っての、スピンして、これこっちでしょ。ズドン!あ、まだか!転がりすぎ、お前!どうすか?いいんじゃないこれ。で、これ動画まだ、まだ7分ぐらいしか撮ってないやん。どうするこれ。立ちくらみね。チーしくじったー。しかし我が輩の経過が進んでるならマリオお前止められるか、ガッハハ。ほらな。こいつガッハハ言いすぎだろ。ああ、消えた。クッパってこんな能力あったっけか。お!ちょっとよくわかんないけど。なんか自分から出てきてくれた。じゃあ最初から出てきてくれればいいのにね。やった、こんにちは。グランドスターでっか。あ、なんか色変わった。さっき前何色だったっけ?よく見てなかった。オレンジから緑になって、書斎になったって感じか。なるほどね。こういう書斎ね。そしてレンガ。え、次なんだろう?バスって来たから、テラス、バス、本屋ってなんだろう?書斎?シンプルになんだろう?あ、キッチン?キッチン要素あったか今。グランドスターが戻り奥のドームに行けるようになりました。しかし、天文台は星、スターの授業で。あなたは大切な人を連れ去った者たちはここから一番遠い銀河の中心に去っていきました。なるほどね。次会うときが最後かな。スターの力が戻れば、もう今日はダメだね。そうすればあなたは大切な人にも、ルイジのことか。なるほどな。ルイジ出てくるのかな、今作。